こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人がおしゃれに見せるための厳選テクニック7選というテーマでお届けをしたいと思っています。せっかくおしゃれをするからには、誰かから褒められたいっていう欲はですね、僕自身にもありますし、きっと皆さんにもあるかなと思うんですね。ですが、結構人から褒められるファッションってなかなか難しいんですよね。例えばベーシックに無難にですね、着こなしを作ったとしても、それは他人から見た時におしゃれかどうかがあんまりわからないので、そこまで褒められることは多くないと思うんですね。一方でめちゃくちゃトレンド感満載でエッジの効いた着こなしをしてたとしても、それはそれで褒められづらいというか、一応褒められる機会はあると思うんですが、果たしてそれが本心から褒められてるのかっていうところがなかなか微妙かなと思うんですね。かなり着こなしにこだわってるので、なんとなく触れなきゃいけないかなってとこで、あ、なんかおしゃれですねという形でちょっと戸惑いもありながら褒められてるという場面も、そういう方の場合は少なくないかなと思うんですね。エッジが効きすぎてもダメだし、無難すぎてもダメ、この間を目指すというところがおしゃれですねと褒められるためには必要な要素なんですが、じゃあ具体的にどんなことをすれば褒められるのか、このあたりをですね、今回は7つの項目で皆さんにですね、なるべくわかりやすくお伝えをしていきたいなというふうに思っています。僕の普段のチャンネルというのは基本的にですね、ベーシックな着こなしというところをある程度軸足としているので、その状態からもう少しプラスアルファすることで人から褒められるというスタイルにブラッシュアップできるかなと思うので、ぜひ普段から僕のチャンネル見ていただいている方もですね、今回の動画最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、おしゃれに見せるためのテクニック一つずつ皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、具体的な項目に入る前に、おしゃれに見えるってなんだろうということを、ざっくりとですね、僕なりに定義をしておきたいなと思ってるんですが、先ほどですね、無難すぎてもおしゃれに見えないし、かといってエッジが立ちすぎてもこれまたおしゃれに見えづらいというお話をしたかなと思うんですが、僕が考える大人の褒められる着こなしというのは、清潔感があってある程度上品なんだけども、その中に人との違いというところが明確にある状態、これが褒められる着こなしなのかなと思います。ちゃんと着こなしのベースには清潔感だとか上品さというところがあるので、あまりぶっ飛びすぎないというところは担保しながらも、だけどもあまり人と違わないようなドベーシックな形ではなくて、人との違いというところがうまくミックスされている状態、これがですね、僕は大事かなと思うので、このあたりをベースにしながら皆さんにですね、ポイントを解説していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、トレンド感をうまくミックスするということですね。メンズ着こなしというのはベーシックなのか、もしくはトレンド性が強いのか、この二つである程度分けることができるかなと思うんですね。おしゃれ初級者の段階では結構ベーシックを主軸にしながらアイテムを買い揃えていってコーディネートを成立させる方が分かりやすいですし、トライしやすいかなと思うんですが、その状態だけだとなかなか人との違いも出しづらいですし、おしゃれだと褒められづらいというところがあるので、ある程度基本が揃ってきたらトレンド的なアイテムだとか着こなしというところをうまくですね、取り入れられた方が、確実におしゃれには見えやすいかなと思います。例えばアイテムで言ったら、シンプルな白のボタンダウンシャツだとか、細身のブルーデニムだとか、白のスタンスミスだとか、ネイビーのジャケットだとか、このあたりがメンズのベーシックなアイテムとして長らく僕自身もですね、皆さんにご紹介してきたアイテムではあるんですが、そういったものもすごく大事ではあるんですけども、そういったものを着るだけでは本当にベーシックで無難な着こなしというところからなかなか抜け出せないところがあるので、そういうものだけではなくて、今トレンド感のあるアイテムをうまく使いながら着こなしを構成するということが大事で、例えばこちらの写真のようなレギュラーカラーのちょっとゆったりめのサイジングのシャツだとか、バンドカラーのシャツだとか、ボトムスだったらブラックのイージーパンツだとか、あとはこの春夏だったらオフホワイトのパンツだとか、靴だったら白のレザースニーカーだけじゃなくて、今旬なニューバランスだとかサロモンだとか、そういったドベーシックじゃないですね、ちょっとこうボリューム感のあるスニーカーとかを合わせてみるだとか、このような形でベーシックなスタイルからトレンド感のあるスタイルへとアップデートすることで、だいぶですねおしゃれだねという形で褒められやすくなるかなと思います。トレンドといってもですね、最先
端のコレクションブランドでやってるようなバキバキのトレンドを取り入れる必要は全くなくて、これをやってしまうと先ほどの話にあった通り、あまりにエッジが効きすぎて、それがおしゃれかどうかが第三者から見た時にジャッジがつかないんですね。そうなるとちょっと奇抜な格好をした人というですね、印象になってしまうので、かえって逆効果になりがちだったりするので、まあトレンド感のあるアイテムでも、ここ数年ですね、いろんなセレクトショップを中心に見るようになってきたなというようなトレンドアイテムをうまく差し込んであげると、すごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。はい、続いて二つ目の項目なんですが、サイズ感を見直すというところなんですね。まあ、特に30代後半から40代の大人世代ですね。このあたりの人たちはですね、結構若い頃からタイト目だとかジャストサイズにですね、慣れ親しんでる方が多いかなと思うんですね。それを今現在もですね、継続していて、まあ、ジャストサイズを選んでという方は少なくないかなと思うんですね。決して悪くはないんですが、それだと人との違いが出づらかったりだとか、先ほどもお伝えしたトレンド感というところがうまく表現できないので、サイズ感は見直した方がいいんじゃないのかなと思います。ジャストサイズよりも少しサイズ感を上げてちょいゆるサイズで僕はいいかなと思うんですね。これまたですね、トレンド感が強い着こなしだとか、おしゃれ上級者の方になると、かなりシルエットを大きくですね、大胆に表現する方も少なくないんですが、そこまで行ってしまうと、なかなかですね、第三者から見た時の理解が得づらいので、ジャストサイズにももうちょっとサイズ感を上げる、ちょいゆるサイズぐらいで僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。例えば、ユニクロのアイテムで言うと、ベーシックなスーピマコットンの T シャツとか、そのあたりを選ぶのではなくて、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。このあたりだと最初から袖丈が長くなってるし、身幅も結構大きめになっています。だけども着丈の長さはかなりベーシックなので、大人世代でも使いやすいし、簡単にトレンド感が出しやすいというアイテムかなと思います。まあ、このような T シャツ1枚にとってもベーシックな体に沿ったサイズ感ではなくて、少しサイズ感を上げてみる、このあたりの考え方はすごく重要だと思います。先ほどトレンドアイテムの中に交えましたが、シャツというものもシンプルな白のボタンダウンシャツ、ジャストサイズなものだとなかなか今っぽさだとか旬な感じが出せないので、ちょっとゆったりめのストライプのレギュラーカラーのシャツだとか、このあたりを取り入れるだけで一気に今っぽくなってくるんですね。で、パンツのシルエットもですね、足のラインに沿ったような綺麗なボトムス、例えばちょっと前まではブラックのスキニーとか、このあたりもですね、トレンドアイテムの一個ではありましたし、履いてる男性多かったんですが、そろそろそれをですね、ブラック系のちょっと太もものあたりにはゆとりがあるようなテーパード型のですね、イージーパンツ、このあたりに変えてあげるのもいいんじゃないのかなと思います。シルエットが細いとそれだけでトレンド感っていうのはなかなか出しづらいですし、人との違いだとかそういったところも含めてなかなか鮮度が出せないので、ボトムスのシルエットも変えてみるのはすごく重要なことかなと思います。ですので2点目はサイズ感を見直すというところ、このあたりはトレンド感と連動しているので、ぜひ押さえておいていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、色選びを見直すというものなんですね。冒頭からお伝えしている通り、メンズのスタイルはベーシックなのかトレンド的なのかというところで大きく方向性が変わってくるかなと思うんですが、ベーシックな色選びとしてはやはりですね、ブラックですとかネイビーですとかグレーですとかホワイト、このあたりの基本の4色を使うことが多いかなと思うんですね。僕の動画の中でもこのあたりの4色はかなり多く使ってきているかなと思うんですが、それだけだとなかなかですね、人との違いが出しづらいというところがあるので、ここで追加するといいのが、まずは柔らかみの感じるようなベージュ、あとはちょっと男っぽいですねオリーブ色、このあたりをうまく使ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。あとはちょっと綺麗な色ですね、ロイヤルブルーだとか深めのグリーンだとか、このあたりも使えるとすごく便利かなと思います。もちろんネイビーブラックとかグレー系使っちゃいけないってことはなくて、このあたりをベースにしながらもベージュだとかオリーブ、そして差し色系がうまくミックスされると結構人との違いというところが明確に出しやすいんですね。まあ、例えば僕の手持ちのものの中では、まあ、このようなベージュ系のシャツがあったりだとか、オリーブ系のシャツがあったりします。僕はですね、結構このような色が好きなので、頻繁に使うんですが、なかなかおしゃれ初級者の段階では使いづらい色ではあるかなと思うんですね。まずベージュだったら、今僕はシャツを持っていますが、ベージュのステンカラーコートから入ってみるのもいいと思います。オリーブだったら半袖のシャツだとか、こういったものもいいと思うし、ニットだとか T シャツだとか、そういったところから入ってみるのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、色選びというところを変えてあげるというのも非常に
にですね、良い戦略だと思うので、試していただきたいなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、小物をうまく取り入れるという項目なんですけども、これもですね、ある程度おしゃれだと褒められる方は、必ず実践しているところで、シンプルなスタイルというところを軸足にしながら、うまくトレンド感をミックスさせていくとですね、まあ、今回ご紹介しているような、褒められやすい着こなしっていうのは実践できるかなと思うんですね。決してアイテム1点ずつの個性が強すぎることがおしゃれだと褒められるというわけではなくて、今までご紹介してきたものも、ちょっとゆったりめのサイズ感のTシャツだったりだとか、もしくはシャツだけどもちょっとゆったりめのサイズだとか、ブラックのイージー系のパンツだとか、決してアイテム自体はそんなにですね、エッジは効いてないかなと思うんですね。まあ、そういったものを使いながら、あとはですね、ちょっと物足りないなというところは小物で埋めてあげると褒められやすいかなと思います。特に一般的な男性というのはあまり小物使いって実践してないことが多かったりするんですね。まあ、小物にはどういったものがあるのかというと、ちょっと並べてみましたが、例えばメガネだとかですね、僕もよく使っているんですが、こういったものを取り入れるだけで結構着こなしの中では見え方を大きく変えることができるんですね。どうでしょうか？メガネをかけただけで顔周りの印象が変わるかなと思うんですね。まあ、特に僕たちはですね、相手の顔周りを見てお話をするわけなので、この顔周りですね、メガネだとか、ちょっとこれは色が入っているようなレンズなんですけども、カラーレンズ入りのですね、こういったメガネだとかサングラスをつけるだけでだいぶですね、アクセント要素が加わるかなと思います。僕も決して目が悪いわけではないんですが、ファッション的な要素としてこのようなメガネなんかはよく取り入れています。あとそれだけではなくて、特に夏場なんかは T シャツだとか、あとはシャツに関しても腕まくりをしたりだとか、そもそも半袖の T シャツだとかシャツを着ることも少なくないかなと思うんですね。そうすると腕周りが露出するので、そういった時に何もついてないよりは必ず何か手元につけた方がアクセント要素としては機能しやすいかなと思うんですね。まあ、わかりやすいところで言うと、大人の男性で言えば時計ですね。このあたり頑張って投資をするというのも一つの方向性だし、そうではなくてある程度ですね、ファッションウォッチ的に使うのであれば、先日もですね、動画の中で解説しましたが、ナバルウォッチだとかバーグウォッチだとか、このあたりを取り入れるのもいいと思います。そしてあとはアクセサリーですね。このあたりは賛否両論があるアイテムなんですね。特に女性から見た時にはメンズのアクセサリーなんかはそんなに印象が良くないので、女性から褒められたいというところに特化するのであれば、僕はアクセサリーはなくてもいいと思うんですね。そういう場合はせめてこう時計だけで手首をですね、彩ってあげるといいかなと思うんですが、まあ、男性から褒められたいというのであればアクセサリーがちょっと入るのはいいかなと思ってまして、個人的にはアクセサリーが大好きでいろいろとつけてるわけなんですけども、例えば僕が愛用しているようなバングルですね。ちょっと太めのバングルを僕愛用していますが、今しているようなちょっと細めのものなんかだと割とですね、着こなしにはまりやすいかなと思います。あとはこうリングなんかも一つぐらいであれば怒られない程度かなと思います。僕もこれぐらいだったらなんとか奥さんにギリギリ怒られない程度なので実践していますが、まあアクセサリーというものもいいと思いますし、あとは夏場はこういったキャップですね。こういったものをうまく活用するのもアクセントとしてはすごくバランスがいいかなと思います。着こなしがシンプルだからこそ、このあたりの様々な小物系というのがうまくはまりやすいんですね。着こなしにエッジが効きすぎてしまうと、こういったものをつけてしまうことで、トゥーマッチ、やりすぎ感が出てしまうので、全体のバランスを考えながら、やりすぎず、地味になりすぎず、この間を埋めるような形で考えてもらうと、僕はバランスがいいかなと思います。まあ、ぜひですね、皆さんの中でスッと入れるような小物ですね。まあ、メガネなんかも最初は違和感めちゃくちゃあると思います。帽子も違和感あると思います。アクセサリーも違和感があると思います。だからこそ一般的な男性はあまり取り入れてないんですね。それらをうまく使えるようになるからこそ、人との違いが明確になっておしゃれに見えると、おしゃれだと褒められるという形なので、ぜひ実践していただきたいなと思っています。続いて5点目の項目なんですが、服の単価を上げるという点なんですね。これもすごく重要で、ある程度おしゃれ初級者の段階ではユニクロだとか無印良品だとか、あとは GU だとかグローバルワークだとか、このあたりをベースにしながらいろんなアイテムを買い揃えていくとすごくいいと思うんですね。というのもファッションアイテムって本当に多岐にわたるので、1点ずつの単価を上げてしまうと予算がものすごく必要になってしまうので、それだとなかなかですね、気軽にトライしにくいかなと思うんですね。ですので初期段階ではある程度コストを抑えながらのアイテムの購入が必要になってくるかなと思うんですが、そこから褒められる着こなしというところになるには、
ある程度服の単価を上げた方が僕はですね、良いのかなと思っています。ユニクロ GU グローバルワークというところからセレクトショップのオリジナルというところに入っていくというのが、まずはファーストステップだと思っていまして、まずは親しみやすいようなグリーンレーベルだとか、あとはアーバンリサーチだとか、そのあたりから入って、他にはエディフィスがあったりだとか、トゥモローランドがあったりだとか、ビューティアンドユースがあったりだとか、まあ、様々なセレクトショップのオリジナル、このあたりから入っていくとすごくいいかなと思います。セレクトショップのオリジナルって、基本的にはデザイン的にはそんなにぶっ飛んだものってないんですね。ユニクロ GU グローバルワークと、路線的にはそこまで大きくは変わらずに、ベーシックを軸足としながらも、このあたりの路線よりは、もう少しトレンド感を強めに混ぜ込んであるのが、セレクトショップのオリジナルという立ち位置なんですね。かといって、このあたりのテイストというのは、いわゆるこう、コレクションブランドだとか、ドメスティックブランドだとか、そのあたりに比べると、エッジはそこまで効いていないので、結構おしゃれ上級者の方々からすると、セレクトショップのオリジナルってどうなのとか言われることも少なくないんですが、その気持ちはわかるんですよ。確かにそこまでエッジが効いてないので個性というところは明確には出しづらいのは事実だと思うんですが、このあたりに留めておかないと第三者から見た時によくわからないですね。個性的な着こなしになってしまうので、意外とセレクトショップのオリジナルぐらいがトレンド感があって、なおかつ第三者から見た時にも理解できる範囲内なので、まあちょうど使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあセレクトショップのオリジナルもいいんですが、それと加えて例えば靴なんかはちょっとこだわってみて、セレクトショップのオリジナルもいいけども、ジャーマントレーナーを選ぶんであればリプロダクションオブファウンドを選んでみたいだとか、レザーのシューズを選ぶんだったらクレマンを選んでみたいだとか、ちょっと頑張ってパラブーツを選んでみたいだとか、それぞれのアイテムを専門で作ったようなブランドをうまくですね混ぜ込んであげると、より上品に見えたりだとか、着こなしに奥行きが感じられたりだとか、これもまたすごく重要な点かなと思うので、ユニクロ GU グローバルワークからちょっとワンランク上げて人との違いを明確にしていくというところもすごく重要かなと思っています。全てのアイテムをアップデートする必要はなくて、全身の中にそういったものが 1,2 点だけ入ってるだけでもだいぶですね見え方は変わってくるかなと思うので、価格帯を上げてみるというところもぜひですね実践していただければなと思っています。はい、続いて6点目の項目なんですが、ちょっとファッションから離れてヘアスタイルを変えてみるというものなんですね。これまたすごく重要で、僕たちは相手の顔周りを見て話すことが多いので、そうなるとどんなヘアスタイルなのかってすごく重要で、ファッションも重要なんだけども、顔周りの印象がすごくですね全体のイメージを大きく左右するので、ヘアスタイルには投資をしたりだとか、しっかりと考え抜くことが重要かなと思います。例えば僕自身もですね、ヘアスタイルにはある程度投資をしたりだとか時間をかけたりするところがあって、まあ、雑誌なんか僕は好きでよく見てるんですが、例えばウォモの中で40代の大人のヘアスタイルの事例とかもちょこちょことですね連載があったりするので、そういったもので、あ、これいいなと思ったら切り抜いて撮っておくだとか、写真で撮っておくだとか、まあ、そういった形で自分のスマホの中に自分に似合いそうなヘアスタイルをですね常にストックするようにしてるんですね。あとは30代後半から40代以降になってくると、髪のボリューム感みたいなものもですねだんだん失われていくので、僕なんかもう普段はすっごい直毛なんですが、数ヶ月に一度ですねパーマをかけて立体感を出すようにしたりだとか、まあ、このあたりも意識することで顔前の印象というものがだいぶ変わってくるかなと思うんですね。僕も普段スタイリングをいろんな方にしてるわけなんですけども、ファッションが良くなってもなんか垢抜けないなということもあったりするんですけども、そういった時にはほぼですねヘアスタイルがファッションの雰囲気と合ってないっていうことが少なくないんですね。ですのでヘアスタイルが最も簡単にすぐに実践できる印象アップの方法だと思いますので、このヘアスタイルというところもぜひ皆さんは意識をしていただきたいなと思います。具体的なアクションとしては、雑誌だとかインターネットでこのヘアスタイルいいなっていうものをですねいくつかピックアップして保存をしておくということ、そして定期的に美容室に行くということですね。だいたい 1.5 ヶ月前後ぐらいの頻度でですね美容室に通ってもらって、たまにはパーマをかけるという選択肢も気分が大きく変わるかなと思いますし、人との違いも出しやすいかなと思うので、まあ、ぜひ検討をしていただくといいかなと思っています。はい、続いてラスト7点目なんですが、これはファッションとは全く関係のないですね、まあ、精神論的なところになってくるかなと思うんですが、自信を持って堂々と振る舞うという項目になります。おしゃれに見える人の共通項で、僕はですねこれ絶対だなと思うところがあって、それはですね自信を持って堂々と振る舞っているというところ、ここはですねすごく見ていて感じるところなんですね。どんなに着こなしがかっこよくても背中が丸まっていた状態だと、どうしても
ですね、自信がなく見えてしまうし、シャキッとして見えないので、素敵に見えづらいんですよね。よくイタリア人男性って素敵だよねと言われますが、彼らを見てるとやっぱり背筋を伸ばして堂々とですね、歩いてる様が見て取れるかなと思うんですね。なので、着こなしも大事なんですが、ちゃんと姿勢を整えて、堂々とですね、振る舞うということはすごく重要だなと思います。まあ、実際に自信があるかどうかというのはさておいて、姿勢を整えて堂々と見せるようなポージングをするだけで、第三者からはそう見えることも少なくないので、まあ、意識した方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、最近は僕自身もそうなんですけども、スマホだとか、あとは PC だとか、こういったものを使うことで、やっぱりどうしてもですね、首が前に行ってしまいがちなんですね。なので、猫背になったりだとか、姿勢が悪い状態という方が非常に増えてるかなと思います。これは僕自身もそうなんですが、だからこそ改めて背筋を伸ばして堂々と胸を張って歩くだとか振る舞うっていうことは重要だと思うので、まあ、そのあたりがちゃんとできるだけでも人との違いもできやすいと思いますし、そうした方がよりですね、おしゃれがハマりやすかったりだとか雰囲気が出たりするので、ぜひこの項目も改めてチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではですね、大人がおしゃれに見せるための厳選テクニック7選というテーマでお届けさせていただきました。最初にもお伝えしましたが、せっかくおしゃれをするからには誰かから褒められたいという欲求は僕も皆さんもあるかなと思うんですね。まあその時にバキバキにおしゃれを決め込んでしまってもダメだし、ベーシックすぎても褒められないし、この中間を狙うというところですね、今回なるべく具体的に言語化したわけなので、まあぜひ皆さんも実践できるところからでもいいと思います。姿勢を良くするだとか、そういったことなんかは今すぐできることだと思いますし、ヘアスタイルを変える、ちょっとパーマをかけてみるなんていうのも割とですね、やろうと思えば明日からでもすぐにできる項目なので、まあぜひ皆さんも取り入れられるものをですね、実践しながら第三者から褒められるようなスタイルを作っていただきたいなと思っています。で、最近ですね、結構街を歩いてても皆さんから声をかけられる機会が増えてきたんですね。いつもチャンネル見てますだとか、動画を見て結構人から褒められる機会が増えましただとか、そういったことを言ってもらえる機会も増えたんですね。これ僕にとってはめちゃくちゃ嬉しいです。これを目的にして僕は動画を毎回毎回投稿していますので、皆さんが少しでも周りの方々から褒められて日々の生活に充実感が得られたとしたら、これが一番僕にとって嬉しいので、ぜひですね、そういった体験がある方なんかはコメント欄にですね、皆さんのエピソードなんかも書いていただけたら嬉しいなと思います。こんな人から褒められただとか、こういった人から評価がいいだとか、そんなところをいただけると僕のモチベーションになるので、ぜひ書き込んでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けの今回お伝えしたようなちょっとトレンド感があるような着こなしだとか、まあ、第三者から見た時に褒められるようなスタイルに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドだとか、そのあたりについてしっかりと言及したりだとか、僕自身が欲しいなと思うものだとか、買ったものを随時ですね、皆さんにご紹介していますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらはですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、あとはおすすめの着こなしなんかをですね、わかりやすく解説をしています。僕も毎日投稿してますし、僕以外のスタイリスト専門家の方も投稿しています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができますので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなですね、コミュニティになってますので、気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。